了解しました。じゃあどうぞ。はい。2人で。あ、そうですね。はい。クラッチ軽い。クラッチ軽い。軽いですね。そんな気がします。うん。手前もしくはその1個の奥ですね。990は売れてますか、やっぱり。どうなんですか。そうですね、まあ、見に来られる方はちょくちょく増えてきましたね。試乗車が来たのが先週、今週の頭に来たんですよ。来たばかりなので、まだそこまで乗られてる方少ないですけど、ね、これブレーキいいな全然違う全然違う踏んだ瞬間違う。ちょっと迷ったね。やっぱこのナビがないし、快適装備が全然ないんで、まあ、確かに確かに、ちょっと年寄りには無理かな。ミニクーパーに乗っとったんですよ。はい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 。1年間。ちょっとやんちゃなよ。やんちゃに。ツインターボで。なるほど。からこの。馬力で言ったらロードスターが100馬力高いんで、違うんで、100馬力違うんでどうかなと思ったけど、面白いですね。この次はまっすぐ行くんですけど、ここの施設が RS と迷ったんですけどね。ほう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 。やっぱり限定車かなと思って。まあそれ今だけですからね、その時だけの。フォローが赤いじゃないですか。はい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 。あれがいいかな。おしゃれですよね、やっぱり。ねえ。これ何キロ走ったんですか。もう新車ですよね。新車で今37。ミッション入るな。俺結構ね渋かったですよ、ミッション。ああ、そうなんですよ。めちゃくちゃ1人だ。これ全然違う。なかったですよ。めっちゃ渋かった。いいですね、このスコスコじゃないですか。うん、変わったんかな。どうなんですか。全然違います、これ。入りが。新車でこんなのなかったですよ。もしかしたらなんか改良してるのか、個体値なの、個体。個体差か、改良か。これミッション違うな、全然。入りやすいですか。入る、スコーン、スコーンと。ウー、悩むよな。さっきのところが開いてしまったので、この空いてるスペースに。カメラがないな、これ。そうですね、そこも。はい、ありがとうございます。